はいどうもアヤトです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、昨日私が公開した高速道路の路肩に停車している4トントラックに突っ込む大型トラックの交通死亡事故の映像ですね。こちらについてある運送会社の担当者様から緊急で連絡が入りまして、視聴者の皆さんにもお知らせしておいた方がいいかなと思い報告いたします。運送会社様からいただいた内容をそのままにメールの方をですね、これから読み上げさせていただこうと思います。こちらの運送会社の方については、以前アヤトサロンの動画でご紹介させていただいた運送会社の社内でですね、会社に一切許可を得ることなくライブ配信をしながら、要はね、遊びながら仕事をしていた大バカ者がいると、社内でも実際にそういったドライバーが出て大問題になっていると、こういったバカなことをやるんだったらね、ドライバーになるのをやめてくれというような、周知をしてほしいということで、アヤトサロンにご依頼をいただいた運送会社の役員様なんですけれども、こちらの方がね、昨日公開した私の動画を見て、まさにうちの会社でやらかした、バカなドライバーと同じことをしているような感じがあるというようなね、ご指摘をいただきまして、その詳細についてご連絡をいただきました。アヤトサロン様、いつも動画の件でお世話になっております。今回、アヤトサロン様が公開した動画について、弊社安全管理部の課長と昨日一緒にたまたま拝見して、事故直前のトラックの内部の音声について詳細に聞き取らせていただきました。高速道路に止まっている4トントラックにほぼノーブレーキで突っ込む、一般には信じがたい映像になっておりますが、この事故の直前ですね、トラックの内部で人の話し声のような音声が記録されているのがわかると思います。断定はできませんが、こちらの、音声に関してはですね、ほぼ間違いなく、いわゆるそのライブ配信を行う、あるいはライブ配信が行われている何らかのアプリケーションですね、こちらに機能として、搭載されている自動音声の読み上げですね、要はね、ライブ配信等を行う中でコメントなどの文章を、AI が読み上げてくれる、そういったような機能がついているそうなんですが、その音声にかなり酷似しているということをご指摘させていただこうと思います。なぜですね、今回この指摘をさせていただいたのかというと、先日弊社で解雇扱いとなった乗務員が同様に自動音声の読み上げを用いて運転中に自分の姿を撮影する、そしてコメントの投稿者と音声を通じてやり取りを行う、いわゆるライブ配信という遊びをしていてですね、雇用契約違反で解雇となった乗務員がちょうどこれと全く同じ音声のアプリケーションを使っていましたと、もしですね、ライブ配信等を行っていて、それが原因によって追突事故が起きたと仮定するならば、運送会社の管理者の立場からすると、まさに本当に最悪の事態ですね。これを記録した映像になっているんじゃないかと、こういったようなご指摘でございました。私はですね、こういったライブ配信のソフトですとか、アプリケーションというのを見たことがないので、実際にどういうやり取りを行っているとかね、自分が要は配信して、そのコメントが入ったものに対して、自分の目で見て、あるいは音声で読み上げてそれを確認するのかということの詳細については、取り扱ったことそのものがないので、何とも言えないんですが、こちらの運送会社の担当者からするとですね、実際に過去にそちらの運送会社で起きた、解雇の事案ですね、トラックドライバーが会社に無断でライブ配信を行ったことによって、損害が出て、その結果解雇させていただいた、こういったような事件があったそうなんですが、この、事件で用いられていたライブ配信ソフト、具体的に言うとツイキャスというようなですね、機能を持ったアプリがあるそうなんですが、そちらの音声に極めて似ているので、おそらくうちの会社と同様の事案なんじゃないかと、そういったようなご指摘をいただきました。実際トラックの内部についてはカメラで記録されておりませんから、要は事故に至る直前の前方の風景と音声のみですね、4トントラックが路肩に止まっていて、それに気づかず進行を続けて、直前で気づいて急に右ハンドルを切ったものの、避けることができずに突っ込んでいく、その結果運転席のキャビンが跡形もなく潰れている、トラックドライバーが生存する空間が全く残っていない、もうぐしゃぐしゃの状態ですね、そういったようなトラックの外部の損傷写真、こういったようなものも掲載させていただいたんですが、この音声等を分析するに、そういったライブ配信のソフト等を使用しながらね、要は遊びながら運転をしていたことが原因となって起きてしまった交通死亡事故、追突事故なんじゃないかといったようなご指摘をいただきました。先ほども申し上げたようにね、本当にそういったライブ配信のソフトを使っていたのかどうかについては、映像ではね、記録されておりません。こちらの担当者の方にご指摘いただいたツイキャスという、ソフトですね、この音声と極めて似ているといったようなご指摘をいただきましたので、ライブ配信等を行ってですね、運転をしていた、その結果、脇見運転になってしまって、突っ込んだと、そういった可能性が高い事案なんじゃないかといったようなご指摘をいただきました。実際に突っ込んだ原因がライブ配信等を行っていて、画面を注視し走っていた結果、前方の車に気づくのは遅れて突っ込んだのか、あるいは居眠り運転等を行っていたのかについては、定かではないんですけれども、いずれにせよ、普通に目を開けて運転していればね、前を見て運転していれば、楽に避けることができるし、突っ込むということは考えられない事案だといったようなご指摘もいただいていますので、何らかの原因が複雑的に重なり合った結果ですね、トラックドライバーが死亡するというような結果の事故に至ってしまったものと思われます。
で、こちらの映像に関してはね、提供者の方、まあ、内部告発に近いような形で、この映像をいただいているものと私は認識しております。まあ、ドライブレコーダーの映像をですね、私に送っていただける立場の社員さんということで、まあ、分析するとおそらく、まあ、管理課、あるいは、まあ、安全管理部の方なのか、まあ、整備部の方なのかわかりませんが、まあ、多分この事故をね、風化させてはいけない。まあ、この事実をですね、まあ、少しでも多くの方に知っていただきたいというような、まあ、そういったの思いがあってね、まあ、告発した動画になっているんじゃないかなと考えております。あ、当然、まあ、車体にね、会社名なんかも書いてありませんし、そういったような部分に関しては、まあ、モザイクもかかっているというような内容になっておりますので、まあ、具体的にどの会社が起こした事故なのかという点については定かではないんですけれども、ちょっとね、特殊な送り方でいただいた動画になっております。まあ、これについては、まあ、個人情報もありますので、特段ですね、まあ、その手法等について公開することはないんですが、まあ、一般的な方が送ってくる動画のやり方、それとは非常に大きく異なっておりまして、まあ、極めて匿名性が高いデータの送信方法、こういったような手法を用いて送られてきた動画となっておりますので、まあ、その点だけお伝えさせていただこうかなと思います。まあ、先日もね、そういったライブ配信等をしながら、まあ、遊びながら運転行為、運行行為を行っている大バカ者がいるといったような動画を上げさせていただいたんですが、まあ、そういった低俗な行為をね、行いながら運転しているドライバーさんというのは、まあ、いずれ、まあ、重大な交通事故、これを起こすということが、まあ、こういった映像からもその危険性も含めて皆さんにお伝えすることができたんじゃないかなと思います。まあ、本当はね、この動画の中でも昨日公開した動画を引用して、この動画ですよということをね、皆さんに見てもらうということができればと思ったんですが、すいません、ちょっとね、諸事情がありまして、こちらの動画の中では前回公開した動画を引用して紹介することができません。まあ、ですので、この動画の概要欄の方に URL、 これを貼ってありますから、まあ、実際にどの事故の映像なのかというのが気になる方はそちらの方からチェックしてみていただければと思います。結構ね、コメント欄の中でも、これライブ配信の自動読み上げ音声なんじゃないか、まあ、ツイキャスっていうね、アプリを使って、そういったようなことをやっているドライバーなんじゃないかっていうような指摘がかなりありました。10名以上の方ですかね、コメントの中で、まあ、お聞かせいただきました。まあ、実際私はそういったソフトを使ったことがないので、正直この映像を見てね、まあ、なんかラジオの音声なのかなと思ったんですが、まあ、よくね、ツイキャスっていうのをこう、まあ、調べてみると、なんかそういったコメントの自動読み上げ、機能ですとか、まあ、要は本人がですね、目の前にこう、携帯電話を置かなくても、まあ、そういったライブ配信に参加することができる、あるいはライブ配信を主催することができる、そういった機能が搭載されているアプリらしいので、まあ、かなり多くの方々からご指摘いただきましたので言及させてもらいました。まあ、それが本当であれば相当悪質な行為でございますので、まあ、それが原因によってね、結果事故に至った映像であるとするならば、まあ、ほれ見ろと、実際にこういった事故に至るんだぞというようなことでね、まあ、会社、まあ、運送会社内での社内の安全会議などでも使える映像になってくるんじゃないかなと個人的に考えております。またこちらの映像を見て気づいた方、新たな情報等がある方については動画のコメント欄の方か、あるいは匿名の情報であるならば、私、アヤトサロンの公式ホームページのお問い合わせフォームですね、こちらの方からメールいただければ私も確認することができますので、ご一報いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アヤトでした。おやすみなさーい。Stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad.